スケスケメガネを作る。転がって転がって平凡な毎日の終わりを望んでいたのか。我々メガネ部は何としても非生命体等身メガネ。愛と情熱がある。お前ら俺の話聞けよ。メガネ部の本気見せてやろうぜ。テレビアニメメガネ部2013年10月放送スタート。メガネ